こんにちは、速稼塾の久保でございます。今日はですね、バクちゃんさんのエダ10万円勝負というサイトをちょっと分析してみたんですけど、すごくね、面白い発見があったんですよ。それはですね、この動画を見ていただいてもよくわかるんですけども、2019年 I have some ADA coin and I check the current price and at the same time calculate if there are unrealized gain or loss if there are people who has caught an ADA like me。 聞こえますかね、はい、英語でですね、解説してくださってるんですけども、失礼なんですけども、むちゃくちゃ上手な英語ではありません。でもですね、だからこそ私たち和製英語の発音に慣れてる私たちにはね、ものすごくね、聞きやすいんですよね。なんかね、これ意外な盲点だったなと思います。英語って上手に話さない方が聞こえるんですよ。これね、バクちゃんさん、ワクタさん、すいません、気を悪くしないでくださいね。でもこのぐらいの英語のペースと英語の発音だと、私もね、初めて翻訳って分かりやすいなと、聞きながら同時翻訳ができるんで、これ私最高のサイトだと思いますよ。今ね、再生されてる方も12月2日の動画で27回と出てますけども、多分ね、皆さん同じように感じてるんじゃないかなと思いますよね。これからもね、このサイトをこういうペースでね、しっかりとゆっくりとじっくりとやってほしいなと思います。もうね、私すっかりこの体のエーダ、10万円勝負ファンになりましたね。で、この10万円勝負っていうのがいいじゃないですか。やっぱり多くの方にとって100万円とか300万とか500万とか1000万とかって投資に行くのはすごくね、危なっかしい金額なんですよ。かといって1000円とか1万円では話にならない。で、10万円だとね、仮にブレイクしてもなくなっても知名度にならないと思うんですよ。まあそう思う方が多いと思うんですよ。ですからやっぱりね、この10万円一括りの勝負でいろいろとね、練習していく、慣れていく、投資の世界に一歩踏み入れていくっていうのがちょうどいいんじゃないかなと思います。もちろんビジネスも同じですよ。ビジネスも最初からね、何百万とか何千万とかっていう設備投資をしてやるとすごくリスク高まるんで、やっぱりね、身の丈に合ったと言いますかね、もうなんてブレイクしても壊れても傷の浅い程度にやる、要するに余剰資金でやるっていうのがポイントだと思うんですよ。まあそういうことをね、いろいろとこのタイトルでも感じることができますし、まさにね、私の放送を見てる方って体のエーダのホルダーさん多いと思うんですよ。ですんで、やっぱりね、自分の無理のない金額をそこに入れていく、そして体のエーダってものをよく理解するために、こういうふうな放送をね、よくよく、聞いていく、捉えていく、解釈していくってことが大事なんではないかなと思います。いや、本当にね、渡辺瑞香さんの翻訳 YouTuber さんのあの動画も的確なんですけども、このね、バクちゃんさんのは別の角度で英語の勉強になるなっていうこととね、エーダが分かりやすいなと、そういうふうなことを感じましたね。皆さんいかがでしょうか。それではね、動画説明欄からバクちゃんさんからの動画 URL をご覧ください。それでは失礼します。